おはよう。えっ、ー、と、今は、4時5分でございます、うん。最近はですね、残業8時で終わりまして、えー、帰ってきて、えー、オール入るの、すごくめんどくそくて、1週間に1回しかオール入らなかったんですけど、まあ、な,なぜか最近ね、やっぱちょっと暑いんで、えー、なんかもう汗臭いので、 えー、毎日る入るようにしていますそして9時過ぎぐらいに、えー、ニコ生のふわニコ生じゃなくて元ニコ生のデケン・えー、フワッチの、えー、配信者であるヨスさんを見ながらご飯を食べて寝,寝ちゃうっていう生活をしています。 で大体あれですね2時半とか1時半とかに起きてしまいますその後えーねえー、起きてすぐに民債飲むっていうのもちょっとあれなんで YouTube をつらつらっと見てると、えー、2時間ほど過ぎちゃうので今薬を飲んでいるところです4、まあ、時過ぎてんだよね わやべえなほにえー、ええー、まあ明日までずっと自由明日までが自由な会社ではですね、えー、自由な時間なのでっていうのも、えー、ちょっと面倒くさい上司は、えー、3日間出張行っているのでええー、明日までは出張っていうことで なんか自分の中でカウントダウンしてる自分が悲しいっすね。<laughs> 戻ってくるんだ、みたいなね。ああ。帰ってくるものも、帰ってくるので、嫌だなぁ、と思いながら、生活してますね。ええー。出張行ってるから、あの、ええ、現場で僕一人で仕事してるので、それになると、 あの、気が完全に抜けちゃうんで、仕事のベースが超遅いですね。はあ、まあ、一長一短だなと思うんですけど、まあ、でも僕は一人で仕事やるのが向いてるタイプですね。今、ま、いわゆる、えー、昔の職員さんタイプですよね。えー、黙って、僕も、喋らず、黙々と仕事をするっていうのが、えー、仕事っていう感じで、 えね、私みたいに、あの、さ、まよ <coughs> ってとか間違えて、西宮みたいなところに生まれてしまった人間からだと、え喋、ー、らないといけないですから、えー、もうそういうのが本当に嫌なんですね。関西っていうのは。特に西宮っていう街は、あの、大阪の方がなんか、 ひどいみたいなことね、言 <coughs> ってらっしゃる方は多いと思うんですけど、いや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 ,いや西宮も、ね、ちょっとなかなかえぐいところでして、天川崎よりもえぐいかもしれません。姫路よりも、姫路ですね。姫路よりもひどい町かもしれませんね。はい。それぐらいね、あの、いろいろボケツッコミとかで入ってくる人たちが多いので、えー <coughs> 僕はこの街から一瞬でも離れたいと思ってますね。はい。西宮に住みたいナンバーワンとか言ってる人は頭おかしいのかなと思ってます。はあ。はあ。はい。えていうようなとこですね。はあ。なんかいつもなんかこう、変な方向に話が変わっていくんで、違う話したかったんですけどね。何を今日は話したかったのかちょっともう覚えて、 わ忘ああ、そう、まあまあ、いつものように、えー、帰ってきて寝て、で、上司が、明日まで出張で金曜からまた、バンツーマンで一緒ですっていうお話でした。はい。で、私ね、YouTube でね、あの転職関係の、 チャンネルをやってる方が何名か結構ね、多いんですけど、その中で二人だけね、あの、信頼してる、自分で信頼してるんですけども、えー、チャンネルがありまして、で、その二人の、えー、有料メンバーに入ってます。で、一人の方は YouTube のメンバー会員さんですね、えー、に入ってまして、 えー、もう一人は、えー、っと、オンラインサロンをやってらっしゃるので、オンラインサロンの方でやってます。でそちらの方の話を、ね、結構毎日、ほぼ毎日、動画で、あら、えー、音声であげられてるんですけど、うん、ちょっとね、本当にもう、え、ね、厳しい、本当に厳しい時代かもしれないですね。あの、もう、<coughs> 若くて仕事できるやつだけが、え、生き残って、あとはもう切り捨てされ、切り捨てられるっていう時代になっていくと思いますね。はい。話を聞いてると。はい。もう、今のおじさんたちは言わないっていうことです。もう49歳になりましたけど、もう40歳過ぎたら終わりですから、 40から45はまだ可能性あると思います。頑張ればね。はい。技術を持っていれれば、持ってれば、あの、可能性はあると思うんですけども、45以上は、もう50歳と同じように見られていっちゃうので、もうほぼ,ほぼ、ほぼ無理だと思います。なので、そこでもうやっぱり仕事がやばいとかね、ええー、会社が潰れる目の前で、 ですっていうような方にとっては、あともう、職場の人間関係でも、えー、性格が嫌みそうでもうダメですっていうような方とか、まあまあまあいろいろあると思うんですけど、うんえー、な何かしら何かしらでいいからやはり、うん、道を作った方がいい。道あ、何かを探した方がいいと思います。 それは僕は何がいいのかは分かりません。うん。漠然と言えるなら、今は YouTube あるので YouTube をやってみるとか、えー、私はね、もう適当にあの思ったことをパワーッと喋って、これも話す練習としてるのも兼ねてあげてるので <coughs>、えー自分の話、自分の話してることが相手に伝わっていれば、それでいい,いいです。はい。 いやこの動画アップして、で、後で自分で聞くんですけど、あ、この時にあの言葉にもう一つつけとけば、あ,あよよかったなとか、まあ、いろいろ思うことはあるんですけど、まあ、練習ですね。はい。